おはようございます。トガシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。ここは大阪難波にいます。今日の今の朝の時間は8時ぐらいなんですが、今日これからですね、朝一金龍ラーメンを食べに行きたいと思います。金龍ラーメン24時間営業なんですけども、やっぱり昨日の夜はね、ちょっと焼肉食べ放題、サムギョプサー食べ放題か行ったんで、ちょっとお腹いっぱいだったんで、朝に回してですね、金龍ラーメンいただきたいと思います。朝のですね、8時ぐらいの道頓堀はこんな感じでですね、割と空いております。じゃあ金龍ラーメン道頓堀何店舗かあるんですが、今回はそのうちの1店舗、こちらのお店に行ってみたいと思います。普通のかチャーシュー麺か迷うことなくチャーシュー麺にしました。ちょうどチャーシューを切っていたので惹かれてしまいました。お願いします。金龍ラーメンさんはご飯を無料でいただくことができます。こちらのかき氷のような器にキムチ、ニラ、ニンニクを無料でトッピングができます。こんな感じでトッピングの具材です。ラーメンが来ました。美味しそうなラーメンです。こちらに何といっても大好きなニンニクをたくさん入れていただきたいと思います。胡椒も入れて味を引き立てていただきたいと思います。こんな感じでものすごく美味しそうになりました。具もたくさん入っていて最高です。あ、うまい。優しい感じの味ね。お酒を飲んだ次の日の朝一ラーメンスープが体によく染みます。あ、やべえわ、うん、温まる。チャーシュー、うん、グッドポーズ。言ってることは適当で大変恐縮ですが、このままいただきたいと思います。これに何と言ってもキムチだね。キムチまだつけるから、うん、キムチうまいもん。お腹の空きすぎてる朝なので、なんだかわけもわからずトッピング用のキムチを食べてしまってますが、途中からラーメンの上に乗せて、このキムチの味がいい感じにラーメンスープの混ざって、また美味しくなって最高でした。ニンニクだけでもちょっと大好きなニンニクの味を確認して、うまかったです。ニンニクスープみたいで最高だわ。ニンニクスープみたいで最高だったみたいです。麺な、こちらのチャーシューがたくさん入っていて、食べても食べてもチャーシューで美味しくて、グッドポーズ。トッピングした具材を寄せ集めて、麺、スープ、トッピングの具材を一つにまとめていただきました。で、立ち上がってどっか行ったと思いますが、ニンニクを追加で持ってできて、ニンニクの風味をさらに一層濃くしていただきたいと思います。とにかく朝一このニンニクの効いたスープと濃厚な麺がよくあって、めちゃくちゃ美味しいラーメンでした。朝一の炭水化物最高です。最後はスープも全部いただいて美味しかったです。グッドポーズ。ということで行ってきました。ものすごい美味しかったです。やっぱりね、朝ラーメン食べる最高だね。でしかもこの、まあこの辺ラーメン屋さん、いろんなラーメン屋さんあるけれど、この典型的なこの味、金龍ラーメンがやっぱり大好きです。で、何が金龍ラーメンのいいところかというと、もうニンニク、ニンニクキムチ入れまくり、ニラも入れまくりね、入れ放題。でもうね、朝からこのニンニクをね、一気に体に注入するっていうね、これが大切なんだと思います。今日今から球場行って、それからその後飛行機か新幹線で帰るけど、もう周りの人に対するね、そういうのもうちょっと気にしない、申し訳ないけど、自分がニンニク食いたいから、ニンニクがっつり体に注入して、めちゃくちゃ美味しかったです。また大阪来た時は食べたいと思います。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しい金龍ラーメンでした。ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。